じゃん、ちょっと会社で LLM をこっそり作ろうかなみたいなことを思い始めて、ちょっとその前段階として自然言語処理を使った翻訳機か、なんか記事とかの翻訳機を作ろうと思っていて、昨日の夜からちょっとライブドアブログを1万部ぐらいかな、記事をちょっと集めて、まあ今ちょっとその前処理してるんですけど、まあその記事を集めて、翻訳機を作ろうとしている、翻訳機、要約機が、要約機を作ろうとしている最中です。どうもこんにちは、シャワー上がりです。今からまたちょっと秋葉の方に突破送風で行っていきたいと思います。あと僕の場合はちょっと今回田中先生が来るので、ここにある音響機材、これをちょっと返したいので、今から急いでちょっと準備して秋葉に向かいます。そういえば全然関係ない話、この GoPro のウィークエンダーバックパックの一番天面の部分ですね、ここ実は有機EL モデルのスイッチぴったりです。スイッチ用のケース購入完了です。じゃあ今から皆さんと合流したいと思います。何買ったん？いや普通にスイッチのケースを買いました。今持ってるんですよ、スイッチ自体。ちょうどそこで見てましたけど、エースです。あーこれ、どうも。あ、カメラ兄弟お兄さんと弟です。お疲れ様です。さあ、いや、じゃあ次いいですか。いただきます。じゃあ今からそうドリキンさんとタイさんが着いたので、つくもに移動ですね。つくもに移動します。買って終了ですね。買って終了になっちゃう。です。ありました。物。すぐ会える。ない。まあ、物がない。物がない。やっぱり。後でお話します。了解です。犯罪をし損ねた太一さんですね。本当ですよ。本当に。40万くらいしようと思ってたのに。本当に。で、4060バージョン売ってくれてればいいんですね。あ、そう、買ってます。余裕で買ってます。店頭在庫がなかった。しょんぼりしてます。置いとけ。そりゃ店から人離れますわね。氷が売れねえ売れねえ。置いてねえだけだろ。まあ、つくもでちょっとモバイルディスプレイじゃない。ちょっと見てみて。カメラで。ここ貸し切りですか。貸し切りっていうか、まあ。貸し切りです。全部でもこの辺、この辺ほとんど自分たちだけです。素晴らしい。そこの3つ席と。え、給水買っちゃったんですか。一番すごい。予約だけです。予約はすごいです。いや、そうなんですか。我慢してるんですか。いや、我慢してます。これからお酒飲みます。空します。2軒目の。結局何も買えませんでした。まあまあ、そうだけどありますよ。はい。すぐ持ってきます。はい。じゃあ、乾杯。さあ本日2杯目の素晴らしいなと、多分もう年齢的に骨盤言わないんですよ。はいはい、まあそうですね。だから友達でもめっちゃうまい。散財ボーイが来た。もう今初めて。こういう時寄れないのが単焦点呼ばれた。悪いの。弱い。そう、これでも弱い。14秒。しかも14秒。そう。しかも14秒。超広角だから寄れないんですよ。わあ、すごーい。いいですね。単焦点だから寄れない。汗が嫌だっていう。一応だからそこも裏ペタペタにしないようにはしてるんですけど、ある程度はしょうがないと思うんですよ。なんかあえて粗くしてるんですよ。いい感じっす。いい感じだ。洗ったとき大丈夫ですかね。まあでもある程度は最後バリバリになっちゃったね。一応いろいろ大きさ、これはね大きいはずです。XL だから。しかもワークスペースのと違って多分ゆとりのある資料。ちょ、トリキンさんにご好意で着させていただきました。刺繍版バックスペース FM T シャツと散財ボーイ。散財ボーイ T シャツ。これいいっすよ、これ。ちょっと着させてもらってます。
これで私レッスンしますよ。いや自分これで普通に会社行けますか。全然恥とかないから。いやいや、散財ボーイを着て恥だと思ってるうちはまだまだ甘いと。お疲れ様でした。また対談しましょう。はい、お疲れ様です。ただいま、11時41分です。家に帰ってきて朝流していた、朝てか昼か、昼流していたコードの確認ちょっと一部落ちていたのと設定を間違えていたので、もう一回データ収集までは終わったんで、今から学習し直しというところです。ちょっと久しぶりにクーダを使うからちゃんと動いてるか不安なんだけど、タスクマネージャーを見る限り、あ、結構使われてますね。大丈夫そう、大丈夫そうです。じゃあこのまましばらく待ちです。